たまんないね。ケオチャンネルだ。今日は世界タッグチャンピオンの俺とソヤでねえ、また防衛戦あるでしょ、うん、だからね、また俺たちのタッグチームとして絆を深めようと思ってこういう場を設けたの。見てみてこれ、ほら、おー、すごいでしょ、この牛タン、厚切り牛タン、すごいですね。そしてこのハラミもね、すごいでしょ。厚切り牛タン、絆さんの牛タンということで、絆の牛タンを食べて、うん、俺たちのタッグとしての絆を深める。すごい、うん、ちょうどあの3キロあるの牛タンとこのハラミね、めちゃめちゃうまそうなハラミとこの、はい、ね、すごい新鮮なね、はい、牛タン、はい、すごいですね、もうテッカテカテッカテカと3キロペローと食べて、はい、ね、あのスワマとコウノ、はい、俺たちでまたね、はい、やっつけてやろうかなって思ってるよ。なるほど、うん、あとやつなんかちょっとこうおかしいなところない？まあ、よく見たら、よく見たら焼肉を食べる格好ではないそうそう、はい、そうなんですよ、そうなんですよ。いや、これを清掃でって言って清掃で、戦う清掃ちょっとこれ下もそうなんだけど、これ足も見てみて、リングシューズまでいやいや、清掃です、もう戦う気持ちで来てますからね。ああ、もうテーピングもしてるからね、焼肉100円って本当だ、気づかなかった。焼きすぎてちょっと手首痛めちゃダメだからそれぐらい万全にしてそのぐらいも焼きますせえな、5月21日のためにじゃあいただきましょうか、早速、ね、はい、じゃあまああれかね、あの初めは牛タンから、牛タンから、うん、はい、いただいてみてください。いいですか、いただきます、はい、どうっす、これね、ちょうまそうだもんね。うわぁ、うまそう、うまそう、いやぁ、それは焼肉行ったら何が好きだ？自分はですね、基本的にハラミをよく食べる。おぉ、じゃあ気分じゃん、すごいですね。いや、これどうもそうだね、あのちゃんと味もついてるから、あ、もう味も食べれるっていう。あ、はい、じゃあいただきます、はい、おぉうまい、全部口に入れたら喋れないもんそうですね、歯ごたえマジモンスすごいですこれ、うん、うまそう、うまそうだよね、うまみがすごい口の中にジョワーって広がりますよ、うん、いや、うまい、うまい、はい、うまいし、なんかもうちょっと硬いのかなと思うじゃん、はい、すごいね、硬くないよね、柔らかいよね、はい、食べやすい、すごい、めっちゃうまい。そっか、食感もちゃんとあるんだけど、うん、柔らかくて柔らかい、そう、あ、俺結構ウェルダンが好きなの、あ、よく焼きが、よく焼いたやつが、でもこっち結構レアが好きなんだよ。だから焼肉行ったら、はい、基本的に自分に回ってこないっていうね、はい、先食べちゃうんだよ、それがワンパクなんですよ、これ食に対しての、めっちゃうまそうに食うじゃん、食ってる、俺が喋ってるよりもずーっと食ってるからね。そう、美味しそうだね。まんまだもんな。同い年だと思えないよね、これね。あ、同い年でしたっけ。そう。一人は落ち着いて食べてる、こっちはもうもぐもぐいってね。高校生かよっていうぐらいの。ケオチャンネルだ。いや、緊急生配信なんだけど、はいはい、あのちょっとね、今本当にケンオチャンネルの撮影中で、はい、なんか。急に発表事があったからね、緊急に生配信してんだけど、はい、ちょっとこう後ろ見切れてる人ちょっとあんまり関係ないからね。いやいや、関係なくはない、関係なくて、あのオールトギャザーって、はい、これ何のためにやってんだったっけ。これはあれですね、うん、そのやっぱ大きな体を見るのも、はい、やっぱいいことだよね、元気になるじゃん。そうですね、だからやっぱコロナでやっぱりね、エンタメ業界すごいこうなんか縮小してダメージきたからね。そうあらゆるエンタメ業界がそうと思ってね、あ、これもまあ面白そうなカードね。いや、そうっすね、スワマだけは5月21日潰してやるっていうね。あ、そういえばスワマ、え、今度電車券やるんじゃない？新規まで5月21日まで、あるあるあるね。いやいや、何言ってるか分かんない。え、ドラゴンハラメ
お、あ、これがドラゴンハラミ。これドラゴンハラミ食べよっか。じゃあ、じゃあ、はい、これを、これを食べるという。そう、これを食べる。何のために食べるかっていうと、はい、5月21年、はい、世界タッグ選手権、はい、俺たち世界タッグチャンピオン、はい、防衛するために、力をつけるためにめっちゃ食ってんの、これ。そうですね。ご飯おかわりがいたけどねっていう動画を後日公開しますので、そうそうそう、はい、これも楽しみに楽しみに OK、 はい、京さん、今生配信終わってまた戻りました。いや、見て見て、これドラゴンハラミ、これうわー、でかー、これいいよね。俺でも一番焼肉で好きなのはハラミなの。あ、そうですか。だからこれもちょっともう食いたくて食いたくて。これは健吾さんの好きなちょっとウェルダン風にちょっと、ね、ウェルダンにする、これからね、はい、切ってね、ウェルダンにするっていうね。もう生配信中にそれはもうご飯結構ね食ってたんで。ちょっと何杯目ですか、すごい、さすがだな。ちなみに最後らしい。あ、俺のご飯はっていうね、はい、また食べて、力つけてもらう。追加でご飯ください。すげえ。おお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 おなんかもうご飯がないという、それが全部食っちゃったって。食べきちゃった。美味しいです。おい、はい。こんな感じ。独特の焼き方してんな。いや、いや、いや、おかしいでしょ。あ、結構美味しいです。独特のなんか、なんか山作ってますね。でも結構美味しそうっていうね。そうですね。ちゃんとでもね、繊細だよね。食べやすいようにちょっと細く切ってるっていうね。そうそうそう。結構そこら辺は繊細なのね。そんな、でかい体して。うわ、うまそうになってきた。おぉ。うまそうじゃなくて、うまいんですよ。これは本当に、はい、ご飯が来ました。なんかさっきの見てたら下手くそかなと思うけど、結構上手に焼いてるよね。なんかめっちゃうまそうですよ。めっちゃうまそう。今までで一番うまそうに見えましたね。いや、それとちょっと見てみてほら、汗かいてきてるからね、これ。本当だ。裸のに。これもうタレいらないんですよね。カレーがあっか、一回カレーがこうなのか、うん、ここまでこうですか。ああ、なるほど。あ、え、聞こえた。あ、まあ、2割程度。2割程度。だいたいこういうこと言ってるかなっていうぐらいの。僕だったら、これがこの2つとこうしてこうだった、うん、なんかこれがこうだった、こうだった。うわ、たまんないね。まあ世界タッグですけど、勝てるビジョンがもう浮かんできてるんじゃないですか。もうね、これ食べたらもうなんかおのずと力湧いてきたよね。あ、ね、だってあのソヤなんて、はい、今はノアの今後でいるやん、はいはい、昔には全日本ね所属してたもんね、その頃、はい、一番嫌いな先輩誰だったっけ？不安がいい。ハハハハ。面白いやつだ。そう。そうだ。だい。あいつだけは許せないでしょ。あいつだけは許せないって言うからね。しかも結構今後って全日本所属してる人多いじゃん。はいはい、船木さんもそうだし、はい、俺ね、ツインゲートのチャンピオンね、近藤もそうじゃん。はい、そうです。みんな諏訪間さんも言うよね。船木さんなんて特に。あ、そうなんだ。ね、そうですか。そう、あいつには気をつけてくださいって。なんかあるのかなと思ってね。みんな毛嫌いしてんのね、あいつ。ね、地獄に落ちろとか言うからね。あー、うん、あー、ね。
いやもう焼肉だけでは収まらず、もう何ブルまで食べちゃうって。そうですね、どんだけ食うんだよって。まあそうだ、ちょっとあれこの間京都でフィナンシェ売ったじゃないですか、近藤さんが全部売ったら、うん、ちゃんと、うん、なんかオービスかな言ってたね、してたんですよ、うん、なんもないんですよ、うん、いや本当だね、なんでだからだからリーダーが、ああ、今度俺たちがフィナンシュ売ったから早く金剛山焼肉を連れて行きなさいって。そういうことだよね。そういうことです、うん、焼肉連れて行きなさいよ。すいません。いや、もう一回またこれ何杯ですか。もうこれ 5、6 杯ぐらいいってるでしょ。5は絶対いってる。5は行ってるよね。あのもうこれちょっと大きいんで、これはやっぱ俺じゃなくてやっぱ座りね、食べてもらうか。そうですね。どうぞ。美味しそう。ああ、ありがとう。お互いに。いやね、はい、よかったら、はい、牛肩も。うわ、すごい、ラスト。ラスト。うわ、綺麗に、ああ、綺麗に皿が片付いた。うわ、3キロ。気のせいかもしれないですけど、ちょっとやっぱりウエストが少し膨らんできたような感じ。初めは始まりだ。まあ、ご飯5、6杯食ってるからね、心なしかですけど。で今回のこの動画で分かったのが、そやさんは焼き方が上手。焼き方だね。なんかすごい雑に焼くんだろうなっていうイメージなんだけど、はい、しっかりちゃんと焼いてるっていう、はい、なんか独特の焼き方と見せかけておいて実は美味しそうっていう。しかもハラミもこのまま食うのかなと思ったらすごい繊細に切ってる、ね、そうですそうです。はい、違う違う、上広げていくからね。なんだよこれ、これマウンテンスタイルなんだよな。山を作るスタイルが、どうだろうね、これが独特なんだよな。独特のスタイル、食ってる姿も美味しそうだもんな。いや、そうなんですよね。じゃあ、ラスト。ラスト。いやーすごーい、完食。3キロ。3キロって肉はまあ2キロ1キロでもご飯合わせたら本当にそれは3キロいってるからね。すごい。これでもう世界タッグはもう勝てるんじゃないですか。いやーね、めっちゃこう力湧いてきたもんこれ。おーこれハラミで、お牛タンで、おこれはいくでしょ。厚切り牛タン、絆さんの牛タンと、そしてドラゴンハラミ、はい、あいや美味しかったね。すごい、うん、はい、まあ、これを見てるね、ちょっともう食べたかったら、はい、何通販でやってるなんて。ネットでネットでやって、はい、ネット販売で買えますので、うん、まあ 概要欄にね、はい、載ってるので、そこから見てもらってもっていうところで、はい、おいてめえらクソ野郎ども、世界タッグを防衛する俺と、そしてそや、俺たちについてこい。剣豪じゃんけん、じゃんけんぽい。